はい、えー、それでは、えー、本日のリライズショートストーリー,、えー、今日はですね、東京都の公立特別支援学校で体育の先生をされながら、えー、学校でヨガを教える活動であったりとか、日常生活にヨガを取り入れて、えー、いらっしゃる、えー、そんなユニークなですね活動されている、えー、鈴木俊成さんに、えー、お越しいただきました。えー、今日はよろしくお願いいたします。ははいいいよろししくお願いしますは えー、それでは、えー、早速なんですけれども、はい、東,東京であの公立特別支援学校で体育の先生をされながらヨガを教えているという、なんかすごい面白い取り組みだなというふうに思っているんですが、はい、こんなあの活動されている、えー、鈴木さんの夢やビジョンというのをまず教えていただけますか。はい、えー、今ね、ちょっと紹介いただいたんですけれども、 えー、特別支援学校の体育の教員で、えー、授業の中でヨガをやったり、えー、日常の生活の中で、まあ、ヨガとか呼吸法、まあ、ちょっとした瞑想みたいのも取り入れながら、えー、子どもたちの心と体を豊かにしていくという活動をしておりましてで、えー、僕のです、ねまあ、夢というかビジョンというのは、えー、学校の中で、まあ、ヨガ とかね、そういう呼吸法とかっていうことを、まあ、経験したあ障害のある人たちが、えー、社会に出た時に自分の生活の中に、まあ、日常的に体を動かすツールとしてヨガを用いたり自分の心を安定するために呼吸法とかちょっとした瞑想が使えるような、まあ、そういう子どもたち、えー、あの障害のある方たちの まあ生活を豊かにするためのツールとして、まあ、ヨガが使われていること。それとですね、まあ、あのヨガというと皆さん、非常におしゃれなイメージもあると思うんですけども、障害のある方たちが、えーまあ、社会に出たときに、なかなかちょっとこうおしゃれと遠慮い方とかもいらっしゃるんですよね。例えば、スポーツをするときには、学校のときに、 あの体育で着てたジャージしか持ってないとかそれ着てこうじゃなくってやっぱりそのヨガのような華やかなおしゃれなウェアを着てやるっていうところで自分の体にとってもそうなんですけども着るものとかそのヨガっていうものを取り囲んでいるおしゃれな雰囲気とかすごくリラックスできる雰囲気っていうのが障害のある人たちもない人たちも 共有できるような世の中が作れたらなっていうふうに思っています。うん、わあ、素敵ですね。なるほど。なんか、その心を豊かにするっていうところもそうだし、そのおしゃれと遠遠遠いところからヨガのようなこうおしゃれで華やかなイメージも、その人たちがこう味わっていけるようなっていうところもあるんですね。そこがやはりあの、はい、今まで。 なんかあのー、マラソンやらせて、うん、学校の中で将来マラソンやるでしょって言ってもねやらないんですよ。つ<ー>辛いし今だいぶねマラソンなんていいイメージになってきましたけども、はい、そうじゃなくってもっとこう華やかででも無理しないで体を動かせるだから体を動かすってこととおしゃれとか何かいろんなものがこう一緒になっているっていうような。 そういうヨガの良さを障害のある人もない人も共有できるっていうふうになったらいいなと思ってます。うん確かに、えー、素晴らしいですね。はい。そしたら、えー、そんな夢を、まあ、実現していくのに、えー、何か目標だったり計画されていることがあれば、はいはい、教えていただきたいです。はい、えー。僕はですね、まあ、体育の教員なので、はい、授業でですね、 まあ、障害のある子たち、まああの、私が担当している子たちは知的の障害とか発達障害と言われて、まあ、比較的体は元気に動くんだけども、まあ、知的にいろいろとコミュニケーションとか、えー、認知に、えーまあ、課題のあるお子さんたちをと一緒に日々過ごしているんですが、まあ、あの体育の授業で、えー、ヨガの授業、まああの 学習指導要領でいうと、体作り運動っていうんですけども、うん、の体作り運動の一環として、うんえー、ヨガを授業で、えー、教えて子どもたちが、えー、卒業してからも、学校を卒業してからもヨガをできるような、えー、ことをやってもらおうっていうようなことをやっています。またですね、僕1人の活動としてそれをやっていても、僕の 担当している子どもたちだけになっちゃいますので、うんはい、そこでですね、そのどういうふうにヨガをやるといいのかなっていうのを、実際に、まあ、こういう、これ、明治図書というところですね、特別支援教育の実践情報って、まあ、障害のある子たちの、えー、先生たちが、うんあの、学校の先生たちが読むような本なんですが、ここでですね、えー、連載を担当してまして、 まあこれで全国の先生方に、実際学校の、ねえー、中で、まあ、これ5分のプログラムなんですけども、5分間ぐらいちょっとヨガをやるときにはどうすればいいかみたいなのもえ紹介して、連載を持っています。それと、私の授業、僕の授業をですね、えー、他の先生方に公開、自分の学校じゃなくて、いろんな学校の先生方に見ていただくっていうことで、えー、授業の公開もしています。はい でさらにですね、学校でヨガをやっていこうっていうような、まあ、法人の,であの、ヨガのインストラクターさんたちがやっているような法人もあるんですけども、そういう方々と一緒にですね、まあ、あの一緒にお勉強するような会をやったり、さらにですね、この間ちょっとあのに日本、アダプテッドスポーツ学会っていう、まあ、障害のある方のスポーツの学会があるんですけども、はい、そちらでもですね、はい 障害のある方のヨガということで、えー、学会の発表をしたりということで、いろんなところに今、知的に障害がある子たちの学校でヨガやってんだよということを広めながら、う周りでこう仲間を作っていってるるというような状況ですね。なるほど。あじゃあ、今は結構そうやって発信をされながら、まあ、出かけそいるんですね。 ストレートに行ってるところなんですけども、まあ、それ以外ですと、はい、例えば、PTA の親御さんたちに、僕、ヨガ教室やってるんですね。はい、へえ。え、あの、お母さんたちがヨガやって、はい、ヨガいいよねって言って、やっぱ子供たちもやるじゃないですか。うんうん、確かに。うん。それで PTA でヨガやったりとか、あとはですね、あのヨガのメーカーさんとですね、ちょっとコラボして、はい まあ、あの僕の授業に来てもらっインストラクター来てもらったりとかっていうようなこともやったりとか、うん、うんそんなこともやっていてあの、ヨガの関係者の人たちとか、PTA とか、その直接子どもたちとかね、その障害のある方々だけじゃなくて、いろんな方がそれに理解を広めてもらうような活動をしています。うんなるほど。はい、あいありがとうございます。 はい、じゃあ、そんな、あのーまあね、だからその本人たちだけじゃなくって、その親御さんだったりとか関係者に対してもっていうところで、あの広げていく、えー、活動されてるってことなんですけども、えー、そしたら、日頃、まあその、そういった活動を通して、なんか心がけていることであったり、活動指針であったり、まあ、えー、普段のされている活動内容ですね。 はい、そういったところをあのお聞かせいただけたらなと思うんですが、どうでしょうか活動指針っていうのは、やはりあの、はい、広まんないと話にならないんですよね、こういうん、あのってうのは。僕が担当してた子たちが将来良くなる、うん、あのヨガができるっていうんだと、すごく狭い、学校の教員のって、やはりあの自分の目の前の子どもたち。 はい、で勝負をするんですけども、はい、どういう風にすれば広がっていくかっていうあと仲間づくりですねで教員だけじゃなくていろんな職種の人たちちょっと興味あるしまだよくわからないっていう人もいるか例えばヨガのインストラクターさんでも障害のある方に、ね、教えてみたいんだけどもうんそもそも接点ないしどういう方たちかわからないでも何か自分はできるんじゃないかって思ってる人たちいろんな人たちを つないでいくヨガってもともとヨガってこうつなぐっていうような意味があるんですねうんそのヨガを通して人と人がつながっていくっていうところを大切にしたいなーって思っていますああ素敵ですね <laughs> あヨガにそんな意味があるっていうのは私も初めて知りましたは,はいもう本当につながっていくっていう感覚をね、はい、大切にしたいなーっていうふうに思っていて いやなんか学校の先生だけど学校の先生らしくないって言ったら変ですけど何 <laughs> て言うか本当にその枠を飛び越えた活動家っていう感じの印象を受けましたねそうですね学校の教員ってどうしても学校の中に閉じこもっちゃうしうん子どもたちだけの関係になると、はい、なんかその先が見えていなかったり。 社会のこうとのズレが分からなかったりっていうのはどうしてもあるんですよね学校っていう社会は。を、うんはい、なるべくいろんな人からも見てもらったりとかする中で、うんうん、もっと世の中を見ると面白いことあるよねとか、うんうん、もっともっとこの先彼らが豊かになるのはどうすればいいかっていうのはやっぱり学校の教員と子どもたちの関係以上に広げていかないと、うん、こういう豊かさって見えてこないのかなっていうふうに思っています。うん、あなるほど いやーすごい素敵な活動だなっていうふうに、はい、改めて思いました。はい、はい。ありがとうございます。そしたらですねあの、はい、いや、なので、よりなんかこう、知りたいなって思うのが、その、今のような活動をされるようになったり、まあうん、うやってこう、あの広げていきたいとか、その、障害のある方に、あの 心を、ね、豊かにとか安定するためにヨガを使ってほしいというようなそういった夢を持つようになったきっかけですね。はい、はい。何があって今のようなことをされるようになったのかっていうのを、えー、教えていただきたいです。はい。これが実はですね、はい、結構最近の話なんですね。あ、そうなんですね。はい。あの、私、体育の教員なんで、いろんなこう、はい、まあもちろん授業するわけですよ、サッカーもやるし。うん えーまあ、あの障害のある子たちはキック、ベースボールなんていうのもやるんですけどね、はい、まあ,あと水泳とかやるわけだあとマラソンもやるわけじゃないですか。はい、で、あのコロナになって、はい、学校の体育って一気に制限かかったんですよ。はい、子どもたち同士が触れちゃいけないとか、あ<ー>距離をとってやれとか。はい あの並び方もこうすごく広がるで障害のある子たちってすごくそれ苦手なんですねあの割とくっついてガチャガチャってやる子たちが多いもんで、うんはい、でさてやれることがなくなったなって正直思ったんですあの一時期オンラインまで行ってたことがあったんで学校教育は学校閉鎖されてねそ、はい、の中で自分がまあこう自分がやってきたヨガを子どもたちに やらせてみようまあちょっとは初め苦しまみれのがあったんですただ学校にヨガのマットがあったんで一、うんはい、人ずつヨガそれあのヨガで使ったというよりはトレーニングで使ってたんですけどもこ、はい、れ一人一個ずつこうマットを置いて実際ヨガをやらしてみたら子供たちがすごく楽しんでやってくれたんですね、うん、これ自分でも実は意外だったんですね はい、彼らはもっとこう走り回ったりっていうのが好きなのかなって思っているからゆっくり体を動かすとか、うん、ゆったり呼吸をするっていうことをすごく障害のある子たちがまた楽しんでくれたっていう経験があってこれはもしかして我々は彼らには元気よく走り回るっていうのがいいって考えてたところから、うん、違うタイプの発想があるんじゃないかなっていうふうに思うようになりました。うんうん でまあ、そういうことを考えるようになった理由のもう一つの中に、やはり学校卒業した後に体育でやったことってほぼほぼ彼ら卒業してからやらないんですよ。サッッカーーややっっててる子もほとんどいないなしーギックベースやって 二十歳過ぎた知的の障害がある方とでキックベースやってる方、これもやってないですね。で、ましてやマラソン一生懸命やらした子がどれだけやってるかって言ったら、ほとんどやってないですね。うん。え持続可能なことを我々は教えてこなかったんじゃないか。うん,うん。そうすると、持続可能な環境も含めて、やっぱ彼らは、ね、提示しないと続かないんですね。はい。はい、そこでヨガっていうのはおしゃれだし、いいイメージあるし、子供たちやらせたらいいなっていうので、うん、始めてみたらよかった。 でただ、初めのうちは大人のヨガしか僕も知らなかったんですね。はい、なんでそこからキッズのヨガの勉強を始めて、はい、さらに知的障害の子たちにはどう教えればいいのかっていうのを自分なりに勉強したりとか、いろんな人とコラボして考えたりする中で、はい、まあ今のような形で、まあ、ちょっと普及するっていうふうに、えーまあ、進めてきたかなっていうようなところですね。はい なんとコロナがきっかけだったんですね。もう完全にコロナなかったら、多分やってなかったですね。ああ<ー>。あ、だから、学校の体育そのもの、まあ、その。 知的障害の子たちだけじゃなくて、うん、今までの体育を、まあ、いろんな先生方があの俺で見直した、これでよかったのかなっていうふうに、うんうん、なんか結構見直すきっかけにはなったのかなっていうふうに思って、その中で僕はやっぱりヨガっていうのはすごくいいなっていうことで、うん、まあ今、体育の授業だけじゃなくて、授業の前に体を動かす、椅子の上でやるチアヨガなんていうのもあるんですけども、うん、そんなのも取り入れるようにしています。うんうん でもなんか本当にそのコロナが一つのまあきっかけではあったとは思うんですけど、そのまあ以前からなのか、そういう,こう持続可能なことを教えてこなかったっていう、そのその体育でやったことが卒業してからやらない、なんかそんな問題意識はもともとやっぱりあったとっいうことなんでしょうか。うんうん うん、あのありつつも薄かったかなっていう正直なところですね。体育<ー>はやあの学校の教育で学習指導要領っていうものがあってこの内容をやりなさいっていうのは決まっていてそうそう自由には選べないんですね。はいはい、ただ知的に障害のある子たちはある程度選べるんです我々教員の方で。あ<ー>裁量権が通常の障害のないお子さんたちの学校よりは、うん、我々に裁量権があるので。 えーまあ、ルールをいろいろ工夫したりとかっていうのがあるんですけれども、はいうん、それでもなんかあんまり面白いことをその時は面白いと思ってやったんですけどもうん、うん、集団スポーツやらせてもその先に集団でやっぱり運動する機会はないわけじゃないですかマラソン大会の真夏走り方を教えてもそこのエントリーの仕方ができなかったらやっぱりエントリーできないんですよ、うん、大会に出るわけじゃないですか そういうことも含めて教えなくちゃいけないって思ってたんですよね多分でもそこまで教えきれてなかったでもちょっとこれでヨガで入っていくと全く逆に新しい世界なんで繋ぐところまでちゃんと繋がないと誰も繋げないなっていう思いがあるんですね、うん、それなんでちょっと丁寧にやっていかなくちゃいけないかななんて思いはあってやっているんですけどもだからまあ コロナ禍であの自分が思っていたことを改めて気づかされて、何をしなくちゃいけないかっていう考える機会だったっていう感じですかね。ああ,、うんあ、なるほど。うん、ああ、そしたら、まあ、すごくコロナっていうのも、良いこうきっかけとしてあの、うん、働いたっていうことですね。まあ、それは学校教育全体に言える部分はな,なくはないかなと思いますね、いろんな場面で。うん、今までのものをしっかり見直すって機会にはなったと思います。 はい、このヨガのことも含めてね。なるほどありがとうございます、はい、なんかでも伺っている中でやはりそのきっかけがあってもともと持っている問題意識が素晴らしいなって思ってその学校で教えたことがそのままその,その人がその学校の中だけじゃなくてその人生すべてにおいてというか、うん、その先の人生までもをなんか見通していらっしゃるんだなって、うん、なんかそれぐらいこう。 あの子どもたちのことをすごく思っていらっしゃるんだなっていうのをあの思いましたね。はいうん、なんかそれそういったこ,うことを思えるようになった背景というかそういうのは何かあったりするんでしょうかいやーあのー、僕はの高等部って言って普通の高等学校と同じ年齢の子たちを見ることが多いんですけども。はいはい、その先社会に出て はいえー、まあ,あの企業に入る子もいるし福祉の作業所っていうところで働く子もいるんですけども、うんまあ、そこの家庭とそこの生活がいっぱいになっちゃうのしかこう職場と家庭の行き来になっちゃう子が多いっていうのを見てきて、はい、やっぱそれなんとかしたいなとは思ってはいたんですよね。うんうん、でもなんかなかなか時代がそういうのを許さなかった部分もあるんだと思います。あ<ー>でもやっっぱりもう家庭があって 職場があってもう一個の場所を意外とこう求める人がいるじゃないです多くなってきてい時代背景っていうのも変わってきて、うん、やっぱ彼らもそれを共有あのこう、うん、なんかこう自分彼らにもそういう場があってほしいなっていうふうに思えるようになってきたっていうのはあると思いますねへ、うん、えー、なるほどいやなんかすごいなんて言うんですかねこう境界線なくけんあの障害がある方もない方も そのさっきのおしゃれの話もそうですけど、なんか、境界線なく一緒に楽しんでいきたい、共有していきたいっていう風な、なんか思いがあられるのかなっていう風に、はい、はい、すごく感じさせてもらって、なんだかすごくあったかい気持ちになりましたね。<笑><笑> <laughs> たねはい。いや、なんか、そんな思いを持って、あのー、ね、活動されてるっていうことなので、なんか、そういったところがより伝わっていったらいいなっていうこともすごく思いました。はい,はい。 ありがとうございます何か最後に、はい、あのよかったらもう,もうそろそろ終わりになりますのでんか障害のある人たちと、うん、こう言葉でコミュニケーションを取ると思うと、ね、意外と難しいんですよ。はい、でもヨガを一緒にやると時間とか空気感を共有できるんですよ。うんうん、だからなんかそういう場を、はい、みんなで共有できるような世の中が 言葉をしゃべってコミュニケーション、本当に時間と空間をこう共有することで、一緒に体を動かすことで、競うわけでもない、自分は自分の動きをやってるんだけど、みんながそこの場にいると、なんかじい一体感が出てくるって、要はお面白さがあるんですよ。うんそんなのをですね、彼らと一緒に共有していただける仲間が増えてくるといいなーっていうふうに思っています。 えー、それでは、あの今日は、えー、インタビューはこちらで終了となりますが、えー、何か、あのー、今のような活動に賛同される方だったりとか、えー、いらっしゃいましたら、ぜひ鈴木さんの方に直接ご連絡されてみてください。では、えー、終了したいと思います。あありりががととううごござざいいままししたた